はい、こんにちは、なんすけです。なんと今回、熊本大津リトルシニア30周年野球教室というものをですね、バイタスプレゼンツで、行かせていただきました。その際ですね、1月1日に起きました能登半島地震の復興支援として募金活動を行わせていただきました。皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。超人糸井、糸井義雄さんです。今はもうね、現役を引退されております。糸井という方、どういう方なのか皆さんわからないと思うので、一旦ね、僕がご紹介します。糸井義雄、元プロ野球選手で日本ハム、オリックス、阪神にて活躍をしました。ゴールデングラブ賞って言って、野球って9個のポジションしかないんですよ。ピッチャー、キャッチャー、ファースト、セカンドって9個しかポジションないんだけど、それぞれね、プロ野球の中からポジションごとにね、誰が一番良かったかっていうのを9人だけ選ばれるんですよ、毎年。それに6年連続選ばれてます。そのね、驚異の身体能力、 50m5秒76 っていうね、現在42歳、身長 187.5cm とテレビで言っておりました。そして体重はね、ウィキペディアの情報によると 99kg。 2022年に9月の21日広島戦にても引退をしてしまったんですけれども、有名なエピソードをね、いくつかご紹介します。学校の目の前に自宅があったため、次の日の試合に向かうバスに向かって2階の自分の部屋から頑張れよって手を振ってたって。もう自分が乗るはずのバスを見送ってたんですね。ドラフト1位指名を受けた後、日本ハム関係者と会食を行いました。記者の方からどうでしたかと質問されたら、エビフライでしたって答えたらしいですね。エビフライが多分出たんですけど、記者はちょっとその会食がどうだったかを聞きたかったのに、大学時代ミスをした糸井ですが、殴ろうとした監督にハイタッチをしてしまったと。お前糸井って来たところに、イエーイってね、そのハイタッチをしたっていう。オリックスのキャプテンに就任、キャプテンマークに重みを感じますかの質問に、結構軽い素材なんで、これ結構軽い素材なんでねみたいな、なんかそういう、はい、食事もね、主食がプロテインっていうぐらいプロテインをめちゃくちゃ飲んでるらしいんですよね。そんな糸井選手のちょっとね、裏側に今回ね、密着させていただきました。糸井選手がね、車の中にいる時点でもう子供たちがめちゃくちゃね、集まってきてるわけですよね。で、糸井選手はね、ちょっと降りるの待ってくださいみたいな感じで言われて、車の中で待機しながら、そして降りた瞬間ね、子供たちがすごいね、ニヤニヤしてるわけですよ。そして、バイタスのプロテイン飲んだ瞬間ですよ。おいしいこの一言だけでね、もう笑いをかすらっていくわけですね。もう僕はやっぱスーパースターだなと思いました。その後は他にもソフトバンクホークスだったりジャイアンツのプロ野球選手の人たちと合流して、控室でね、結構あったかい雰囲気で過ごしておりましたが、ゲスト控室の目の前にね、もうファンのお母様方たちもいたりして、その方たちにね、糸井選手も優しくやっぱサインをされてました。もうこういうね、裏側はね、僕はもう抑えられたっていうところだけでね、もう僕はね、ちょっとプロ元少年野球としてとても感動しております。はい、こんにちは、なすけです。ということで今日はですね、なんと糸井さん含むプロ野球選手の人たちと、なぜか僕が野球教室に参加します。僕だけ胸トレを教えるという謎の野球教室になってますが、はい、みんなの胸を破壊していきたいと思います。ということで開会式行きましょう。その後はね、グループに分かれて少年野球の子たちをね、教えていくんですけれども、糸井選手はバッティングを教えておりました。で、その他のプロ野球選手は走塁だったりとか守備とかを教えてましたね。で、ところで僕は何を教えに行ったのかというと、そう、筋トレですね。筋トレします。いやです。はい、筋トレを少年野球の子供たちに教えてました。ですが、完全に舐められております。組んでない人、組んでない人も、はい、そんなバイタスで野球教室セールを実施中。詳しくは概要欄をチェックしてね。その後はね、ホームラン競争を行いましたね。やっぱり僕もね、野球やってたってこともあって、筋肉もあるので、パワーあったんですけど、ホームランの本数何本だったかと言いますと、自信のほどはどうですか。使えない筋肉じゃないということを証明していきます。どうですか、憧れの。いやー、やばいですね。糸井さんか。糸井さんですね。勝ち込んでいきます。自信のほどは。力が一番っていうのを見せつけていきます。パワー系先頭バッターにします。ナースケ選手です。頑張ってく
ここでまず意気込みを一言をお聞きしたいと思います。はい、はい、今日の日のためにピントでしたんで何発か打ち込んだろうと思います。オッケーオッケー。うわ、おお、うわ、いった、切れた、ほらマジかよ。ゼロ本でございました。はい、申し訳ございません、ほんまにゼロ本でした。糸井選手もね、実はまあ打ったんですけど、まあ、他のプロ野球選手とかも打ってて、まあ、これはね、まあ、糸井選手の YouTube だったりとか、実は特産 TV っていうね YouTuber もいらっしゃいまして、僕もねよく見てたんですけども、そちらの方にホームラン競争の、ね、しっかりとした様子は上がっておりますので、ぜひこちらはねじっくりとご覧ください。まあ、そんな途中でね、糸井選手がね、あのご飯を食べるシーンを、これとても貴重なご飯を食べるシーンをゲットしました。美味しい。イカ。イカ？イカイカイカです。最後はね、能登半島地震の募金を行いながら、サイン会を行いまして、そして、無事終了という形になりました。野球の YouTuber の方はプロ野球の選手に紛れてますけど、どうですかサイン？いや、なんか僕もサインもらいたいんですけど、普通に普通に僕もサインもらいたいんです。あー、こうやります。はい、この目ノースケくんサインプロフィールチェックできます。はい、じゃあここに、はい、あ、マッチョになる。お、シェイク持ってる。今日からプロテイン飲もうと思います。こう、はい、これ、うん、ビューボールにサイン書くときが来るなんてな、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、いただきます。はい、はい、ありがとうございます。まあね、糸井さんと初めてちょっとお会いしたんですけど、まあ、とにかく面白かったんですけど、何よりね、やっぱでかい。